チャールズ・フラー・ベーカーチャールズ・フラー・ベーカーはアメリカ合衆国の昆虫学者、農学者であるミシガン州のランシングで生まれたミシガンの農学校で学んだ後コロラド農学校のジレットの助手となった植物や昆虫の収集と研究をはじめジレットと共にコロラドの半紙めの著作を行った1893年にシカゴで行われた万国博覧会で 森林学とコロラドの動物に関する展示の責任者を務め、1897年から1899年の間はアラバマ工科大学で働いた。この時期、H.H. スミスのコロンビアのサントマルタ産地の調査探検に参加した。セントルイスで高校の教師をした後、スタンフォード大学で1903年に学位を取得した。A.J. クックに招かれて、 ポモナカレッジの助教授に任じられたが、1年後にキューバに渡り、サンティアゴデラスベガスの農業試験場の植物学部長となり1907年までその仕事を続けた。その後、ブラジルに移りゴエルディッパラ博物館の植物園の学芸員になり、ブラジルの植物、昆虫標本のコレクションを作り上げ、1908年にポモナカレッジに戻った。ポモナカレッジでは、 昆虫学や農学の学術史の創刊などに関わったが、1911年に A.J. クックがカリフォルニア園芸委員会に移動した後、ボモナカレッジを離れ、フィリピンで農業大学を設立したエドウィン・ビンガムコープランドの招きに応じて、マニラ大学の農学の教授に就任した。2年ほど、シンガポール植物園で働いた以外はフィリピンで働き、 昆虫などのコレクションを作り上げた。晩年は健康を害し、アメリカに戻り、研究に専念することを望み、かつての教え子のクロフォードが学長を務めるハワイ大学での職が決まった数日後にフィリピンで病没した。膨大な標本を残し、昆虫標本はアメリカの国立自然史博物館やフィリピン大学などに収められた。シーカイ・ベイカーは、 植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・フラー・ベーカーを示すのに使われる。ありがとうございます。